アルフレート・ガリエビチ・シュニトケは、ソビエト連邦のドイツユダヤ系作曲家。ボルガドイツ人自治共和国のエンゲリスに生まれる。ジャーナリスト及び翻訳家の父親は、1926年にバイマル共和国からソビエト連邦に移住してきたフランクフルト出身のユダヤ系ドイツ人で、母親はいわゆるボルガドイツ人。このためシュニトケは、少年時代からドイツ語を使う。 家庭環境に育つ。1946年に父親の不認知委員で最初の音楽教育を受ける。1948年にモスクワに転居。1961年にモスクワ音楽院を卒業し、翌1962年から1972年まで講師を務めた。その後は主に映画音楽の作曲により、ここをしのぐ。後に、 カトリックに改修し、信仰心が作風の変化に影響を与えるが、合唱競争局に明らかなように、シュニ時計自身は共産革命を経てもなお、ロシアに根付いている、ロシア正教会の力強い神秘主義に親近感を持っていた。シュニ時計はいわゆるフルシチョフの雪解けの時代に青春を過ごし、 西側から退去して押し寄せてきた現代音楽や実験音楽の渦に巻き込まれている。このため初期のシュニトケはソ連当局が推奨する伝統的な作曲手法に飽きたらなくなり、新ウィーン学派やストラビンスキーなどの影響のもとに激しい表現衝動を飛翔させ、無調、白雪感の放棄、十四技法、特殊奏法の多様、極端なポリフォニー、打楽器的な効果、 新しい寄付法が取り入れられている。このため、しばしばソ連官僚によって、格好の攻撃対象に選ばれた。公共局第一番は、ソ連作曲家連盟から実際に球団され、1980年に同連盟を棄権してからは、一切の出国が禁じられた。1985年には、脳血管発作に倒れ、昏睡に陥った。 たびたび医師に死を宣告されながらも奇跡的に回復して作曲活動を続けた。1990年にロシアを去ってハンブルクに定住するが相変わらず健康に優れず、1994年の脳血管発作によりほぼ全身が麻痺してほとんど作曲ができなくなった。1997年にはいくつかの商品が作られたが、 1998年8月3日に何度かの脳卒中の後に他界した63歳坊津公共局第9番は未完成のまま残された晩年にはプロコフィエフの未完作品チェロと還元学のためのコンチェルティのオーパス132をプロコフィエフ研究家のウラジーミルブロークと共に保湿しているシュニトケの最初期の作品は ショスタコービチの影響を示しているが、イタリアの作曲家、ルイジノーノのソ連訪問後は、ピアノと室内オーケストラのための音楽に見られるように、セリー技法が採用された。だが、間もなく、本人のことによると、セリーによる自己否定というお年頃の儀式に飽きたらなくなり、多様式と呼ばれる新しい作曲様式に突き進んだ。多様式による作品では、 新旧の作曲様式による音楽が極めて密接して積み重ねられていく。主にトケはかつて私の生涯の目標は芸術音楽と軽音楽の統一なのです。そうしたらたとえ私の首が折れてしまうとしてもと記したが、これは70年代の流行をいち早く察知し、自らがそれを最上の形で表明したことへの自信でもあった。多様式の方がは、 バイオリンソナタ第2番、幻想曲風ににおいて認められ、12音技法で作曲されているが、シェーンベルクやベーベルンの例では、金色とされた3度6度といった共和音程や共和音のアルペッチョが音律の中に使われている。その一方で、ほとんどの楽曲素材が映画音楽の転用であり、シュニトケの作曲様式の発展において、 映画音楽の影響力が歴然と示されている。また当時テープ音楽からの影響を強く受け、オーバーダブを用いて、疑似無限カノンを作り出す極めて個性的な音色を発案する。この技法は後に、バレエ音楽、ペールギュントとの集結部に使われた。また、前衛の時代では忌み嫌われた絶対音楽の、命名法にも向かい、女子的な公共曲第一番や、 合奏競争曲第1番において発展を続けた。校舎では調整さえ復活されており、この作品によって世界的に注目される。一方の亡き母を忍んで作曲されたピアノ五重奏曲のような作品ではむしろ統一された作曲様式が取られている。1980年代になるとシュニトケの音楽は国外でも LP リリースで広く知られるようになった。 これは、ギドン・クレーメルやマルク・ルボツキーのような、亡命音楽家のおかげであるが、ペレストロイカやグラスノシチの恩恵を良いタイミングで、被ってもいる。この時期は、体調が優れず、しばしば病中にありながらも、対局の創作を続け、弦楽四重奏曲、第2番と、同第3番、弦楽三重奏曲、ファウスト・カンタータ、バレー音楽、ベール・ギュンと、交響曲第3番、 同第4番、同第5番、ビオラ競争曲、チェロ競争曲第1番が作曲された。この時期の最後に、BIS 社から全作品録音プロジェクトが決定される。健康がさらに衰えるにつれて、シュニトケの作品は、多様式の外面的な部分の多くを切り捨て、より内面的で、打ち沈んだ調子に閉じこもるようになる。弦楽史重奏曲第4番。 公共局第6番、同第7番、同第8番はその恒例と言えよう。この段階の作風について、ショスタ・コービチの2番戦時ではないのかと疑問しする意見も上がったものの、ジェラルド・マック・バーニー・ジェラルド・マック・バーニーのような研究家からは、これらの後期作品こそ、シュニトケの全作品のうちで、最も影響力を持っていると断言されている。公共局第9番は、 主ニトケが脳卒中の発座と戦いながら、最後には左手だけで書いた絶筆で、三角章までの解読困難なスコアが残された。知人の作曲家、アレクサンドル・ラスカートフにより解読、再構成され、2007年6月16日にドレスデンで初演された。現在出版されており、CD もリリースされている、ピアノ競争曲、ありがとうございます。